はい、皆さんこんにちは。今回はですね、試験に出るノートについて、ご紹介をさせていただきます。私の直線道場でですね、こちらご覧ください。10月17日ですね、もう試験直前なんですけれども、ここでですね、試験に出るノート2というのをですね、この講座を、水道橋本校においてですね、担当いたします。もしですね、お時間に余裕がございましたら、ぜひご参加していただきたいということで、内容につきましてですね、一部ですね、ご紹介させていただきまして、ご検討をお願いしたいと、考えております。はい。こちらですね、試験出るノート、ちょっとふざけた名前ですけれども、試験に出るんですね。ということで、その出る項目について、的を絞ってですね、私の、長年の講義の経験からですね、今年はこれが出るだろうというものを予想した上で、またその解き方、考え方ですね、それをですね、講座の中で紹介していこうと考えております。全部でですね、6時間の講義ということです。権利関係で2時間で、宅建業法で2時間ですね。そして法令上の制限で、税価格ですね、で2時間ということです。免除科目は入っておりませんので、ご注意ください。で、昨年ですね、ご好評いただきまして、試験出るノートっていうのを、やりました。で、おかげさまでですね、的中実績がございまして、こちらご覧ください。これですね、これは昨年の、実績なんですけれども、全部でですね、的中が、全部で免除科目を抜いてですね、免除科目を抜いて、そうですね、45問ですよね。で、その45問の中で、15問ですね、的中しております。で、さらに微妙ですけどね、触れてるかなっていうのも、いくつかございました。ということでですね、直前期には、皆さんですね、不安なところもあると思います。そこで、出そうなところをですね、最後に総ざらいしておけば、安心して試験に臨むことができるかなということなんですね。ということで、これらですね、正答、率もですね、これで当たります、高くなりますし、また的中率もですね、非常に高いです。権利関係はですね、相続と、それから、借地借家法ですね、ここがよく当たっていたと。あとは制限ですね、そして、業法ですね、こういったところが、あります。よろしいでしょうかね。ということで、これらがですね、的中実績ということになっております。で、そこでですね、どのような、テキストなのかということで、直前勝負かけるのにですね、よくわからないのに、申し込みするのも不安だと思います。そこでですね、このチラシだけではなく、まずですね、内容を少し、ご紹介させていただきたいと考えております。まずですね、中身につきましては、表紙ですね、表紙はこんな感じです。試験に出るノート2ということですね。試験に出るのでね、こんな表紙になっております。では中身ですね、いきます。まずですね、今日はですね、宅建業法ですねを用意しました。まず、宅建業法で、今年はですね、この手付金等の保全措置、これが、少々厚いんではないかなということですね。それで、このような問題を用意しました。で、そこでですね、出るノートっていうのがまさにこちらで、中身がですね、このようになっております。まず重要な知識とですね、それからこちら、語呂ですね、があります。今年はですね、語呂合わせそのものの講座は設けなかったんですけれども、この出るノートの中にですね、大事なものはですね、入れておきました。ということでですね、このように覚えやすいように、語呂合わせですね、これも入れてありますし、引っ掛けポイントなども載せてあります。これが、宅建業法のですね、内容なんですね。で、そこでですね、次が法令上の、制限ですね。こちらもご覧ください。開発行為の規制ですね。やはり毎年、ほとんど毎年1問出ておりますので、ここもですね、準備をしておかなきゃいけないことですね。しかし、数字を覚えるのがいくつかありまして、大変だと思います。そこでこちらですね、出るノートを見てください。こちらはですね、今度は単なる、語呂ではなくて、ちょっとね、
お見せいたしますけれども、例えばですね、この野球場とか庭球場というですね、第二種特定工作物ってありました。この面積ですね、こちらご覧いただきますと、1万平米ですね、これがまずポイントとなります。この1万平米ですね、以上の場合は第二種特定工作物にあたるので開発許可が必要。それに対して1万平米未満、こちらの場合はそもそもですね、第二種特定工作物に当たらないため開発行為ではないですね。だから許可がいらないと、このような感じでですね、まずですね、図解してですね、解き方を考えていただこうということです。こちらも特徴の一つとなっています。ただ単に数字を覚えるだけではですね、使いこなすことはできませんので、それにはまずですね、問題に当てはめる、練習しておかなければいけません。ということでですね、このように図解をしました。それから、昨年も正解試になりましたけれども、農林漁業用建築物ですね。これよく正解試になりますね。ということで、農林漁業用建築物ときましたら、まずはね、場所、市街化区域かですね。ですね、ここね、市街化区域か市街化区域以外かで分かれます。まず市街化区域以外、市街化調整区域とかですね、ありましたら許可は不要です。それに対して市街化区域と書いてありましたら、今度はですね、面積をチェックします。1000平米以上か1000平米未満かですね。1000平米に満たない場合は小規模開発の例外にあたり許可がいりませんですね。しかし1000平米以上の場合は許可が必要となりますですね。ということで、このようにまずね、場所をチェックしつつ考えていくということです。問題演習しながらですね、このような勉強の仕方ということでですね、直前期でも無理がないように、できる限りイメージに残るような、そういうふうにですね、考えて用意しております。ですからですね、直前期で不安な時期ですので、ぜひですね、このデルノートですね、これを使っていただきまして、合格を確実なものにしていただきたいと、このように考えてこの講座をですね、企画いたしました。で、もちろんですね、今年は今年で出題される可能性が高いもの、それを厳選しましたので、おそらくですね、また的中率もね、高いと思います。去年はできすぎ感もあったかもしれませんけれども、精一杯ですね、過去のデータに基づき、出題を予想して、問題を厳選しております。ですからね、皆さんも、ぜひですね、この、試験に出るノートですね、これを、うまく活用していただきまして、そして、合格の栄冠を勝ち取っていただきたいと、このように考えております。よろしいでしょうかね。で、そこでですね、せっかくですから試験直前のですね、勉強方法ということで、簡単ですけどね、お話をしたいと思います。試験の直前はですね、やはり出そうもないところ、細かいところ、そういったものはですね、触れないようにしてくださいですね。試験の直前はやはりですね、よく出るところ、そしてさらにですね、その中で正解詞に絡むところ、これをですね、重点的に勉強するということが大事です。例えば模擬試験でマイナー分野が出てできなかったとします。どうしても気になってしまいますけれども、それはですね、得策ではありません。やはり、基本の部分、そこで絶対これは正しい、または絶対これは誤っている、そのようにね、正確にね、知識を、身につける、それがですね、合格の秘訣ですので、それを守ってくださいですね。直前期あれもこれも心配になって手を広げてしまうとですね、知識が干渉し合ってしまって、せっかく覚えたものがどっか行ってしまいます。ですからまずはね、基礎、基本となるもの、これをですね、必ず身につけるように、そういう勉強をしていってくださいね。例えばレックのウォークモンでしたら、そのウォークモンのまず特 A とか A に書いてあるね、その問題で、なおかつですね、解説のところに星がついておりますので、その星がついているところ、それをですね、正しく見極められるように、そのようにね、勉強してください。
正しいのであれば、何を根拠に正しいのかですね。で、誤っているのであれば、どこの箇所が誤っているのか。一箇所とは限りませんので、その誤っている該当箇所をチェックし、そしてですね、どこが間違っているのか、まあ、修正ができるものであれば直していく。正問集を作るんですね。デルノートは10月17日ですけど、この、まあ、宣伝ですからね、そのより前に皆さんご覧になっていると思いますので、このですね、せっかくですから、これ最後までご覧いただいたわけですから、今からですね、約1ヶ月ですけれども、このような勉強をしていただければですね、合格の、にですね、ぐっと近づくと、そのように考えておりますですね。そろそろ、まあ、模擬試験の結果もいくつか出てきていると思います。その点数ではありませんですね。時間配分、そして正確な知識が身についているかどうか、これがですね、合格の決め手となりますので、さまつな知識というものね、こういったものにこだわらずに、やはりですね、これは間違いないですね。試験によく出るところ、それをですね、絶対正しい、または絶対ここは間違ってるから×だと、根拠を持って選べるような、そういう勉強をしていってくださいですね。細かいところを気にしてはいけませんですね。何しろ大事なところですね、これをですね、しっかり復習しておくということです。で、模擬試験でですね、間違えたところ、その問題そのものを復習するよりは、その該当箇所のですね、ウォーク問で復習していただいた方がより効果的ですですね。ですから、模試の復習というよりは、模試で解説を読んで、そして、間違えたところが分かれば、今度は、ウォーク問でですね、類似の問題を復習していただくということになります。よろしいでしょうかね。そうやって勉強していってくださいですね。せっかくですね、この、講座ですね、講座といいますか、この私の宣伝ですけどね、これをお聞きいただいたわけですから、活用していただきまして、ぜひね、合格していただきたいと考えております。もちろんですね、このデルノートですね、渾身の作ですので、ぜひよろしければですね、お時間がありましたら、受講をお願いしたいと思います。10月のですね、17日もう一回言いますけれども、水曜日なんですね。で、昼間からなので、お時間ですね、取れる方いらっしゃるかどうか、またね、ご都合悪い方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もしね、お時間ありましたら、ぜひね、午前10時からですね、17時半までです。休憩がありますので、正味6時間なんですけれどもね、2時間2時間2時間というですね、そういうパターンでやっております。従いましてですね、こちらの講座をですね、使っていただきまして、ぜひですね、合格の栄冠を勝ち取っていただきたいと、そのように、考えておりますですね。はい。ではね、直前期の勉強の方法、簡単ですけどね、ご紹介いたしまして、そして、このデルノート2のですね、宣伝ですけどね、こちらの、方もご検討いただきたいと思います。皆さんの、合格をですね、お祈り申し上げております。はい。それではですね、以上で私のご案内は、終了させていただきたいと思います。どうもお疲れ様でした。